はいどうも、えっ、ー、と、今回ですね、えー、なん、なんかの時にですね、安倍が加わったですね、アベノマスクのですね、単価と枚数をですね、えー、公表しなさいとですね、公表しろ、しろと、しろだな。まあ、裁判所の判決なんでね、あの、日本国はね、アベノマスクの、アベノマスクっていうのは通称なんですけど、 安倍のマスクの単価とですね、枚数を公表しろというですね、大阪地裁,地裁の判決があったそうで、これもですね、恐ろしいことで、この、誰も使わないんですね。多額の税金でですね、安倍が配っちゃったからですね、安倍はしょうがない。毎回ですね、いやいや、いやいやですね、まあこんな感じで、 してたんですけど、ええー、開示命令事名みたいな感じですね。アベノマスク単価。この人が動いたのかななんで大阪なんだろう。でね、日本という国はですね、アベノマスクの単価と枚数ぐらい、ごときぐらいのこともですね、 開示できないんですね。しないっていうか。でですね、えー、これもですね、たん、あの、税金の無駄遣いしてしちゃってるのはもう分かりきってる、分かりきってて批判が集まるのは当たり前なんで、開示したくないんですね。開示したくないからですね、まだ、まだ地裁の判決なんで、えー、どうしてもですね、公表したくなかったら、公表するなんてそんな大したことじゃないんですよ。税金で、あの、 おいくらで買って皆さんにおいくらで配りましたかねみたいな話をするだけのことなんですけど、えぇ、ー、控訴してですね、絶対にあの公表したくないからって、あのー、戦う可能性があるんですね。戦う可能性があるというかですね、戦ってるから大阪地裁で、えー、こういう訴えを出すような感じのことになって、地裁の判決が出てるだけで、 どう、どこどうしてもですね、公表したくないんですね、日本という国は。恐ろしいですよ。なんか、最初なんか1000億円でですね、日本国民は、あの、1人2枚ずつですね、郵便で書き留めかなんかで送ったんで、郵便のお金は若干かかってるんですけど、で、1、国民、うあん、まあ、1人2枚で1000億円なんで、 2枚で1000円ぐらいの単価だとしてですね、べらぼうに高いんですね。で、まあ、ああ、ど、どっかのですね、すごい小さい会社からも買ったそうで、そこがですね、なんか総価学会の信者の、ガチガチの信者かな、ちょっとよくわかんないですけど、その辺のですね、なんでここが選ばれたみたいな感じのところからマスク買ってて、 えー、そこはですね、総価学会のつながりで選ばれたんじゃないかとかですね、なんかそんなお話がありましたけど。あ、しまったいいか。はい、でですね、えー、 こんな感じでですね。まあニュースにもなってまして。はい。まあ、えー、通称アベノマスクのですね、えー、おいくらぐらいで、何枚ぐらい配ったかですね、そのぐらい、あの、国民に教えろよって言ったらですね、えー、どうしても教えたくないからっていうことで裁判に発展しまして、で、裁判したらその、開示しなさいっていう方が勝った。 かってですね。まあ、裁判所命令で情報、そのぐらいの情報ですね。開示しなさいとですね。えー、裁判官が言ったっていうお話なんですけど、まあ、コメントはですね、こんな感じなのかなっていうところで、ちょっとね、コメントよりですね、あのー、この辺のですね、どうしても、 国民にですね、アベノマスクのお話をしたくないんだよっていう国会のやりとりがちょっとあるんで、ちょっと、そのぐらいはいいかなと思うんで、ちょっと流してみようかなと思うんですけど。はい、これがですね、どこどうしても公表したくないそうで、なんかその辺のところがですね、まあ、なんか受け取れるかなっていう、あれなんですけど、辻元清美なんですけどね、これが。あ、これ入らないのか。 ショートせずに開示しますよねすあ、ごめんなさい。ごめんなさい。音入らなかったごめんなさい。えー、で、この加藤さんがですね、出てきて、えー、まあ、その辺は分かってますけど、えー、まあ、適切にですね、対処しますよ、みたいな感じで。いや、その、税金の無駄遣いで増税するって言ってるんだから、このぐらいのことはしますよね。 総理って言ったらですね、岸田が出てきてですね、えー、それはね、難しいんだよね、みたいな感じのお話をしてですね、言って、辻本清美がですね、ちょっと音、音入れてもい、入れて通るとですね、一回ちょっとあれしないといけないんで、ちょっとできなくて、ね、こんな感じになっちゃいますけど、いやもう、地裁の判決が出てるんだから、その、 交際とかにですね、えっ、ー、と、控訴せずに、これでもう、あの、公表しますよって、もう言っちゃってくださいよ、総理って言ったらですね、いや、それはちょっとできないから、えー、控訴するかもしれないし、僕の口からそんなことは言えないんだよね。だけど、増税はしますよ、みたいな感じのお話をですね、キッシーは言ってですね、どこどうしてもですね、アベノマスクの話はしたくないんですよ、ってことで。 はい、もう、だからね、日本という国はですね、どうなっちゃってるんですかね。もう、安倍統一協会からですね、もう、ボロボロ、えー、パソナ竹中平蔵、えー、優民営化からボロボロ、えー、みたいなね、オリンピック、中抜きをリオリンピックからボロボロとかですね、 そなんなにボロボロなんですけど、このぐらいのことはですね、言ってもいいような気がするんですけどね、8000万枚で110億円って書いてあるな。なんか、合計で1000億円ぐらいとかなんかそんなお話でしたけど、 こんなね、布マスクをね、なんか洗って使えとか言ってたんですよ、アベは。はい、えー、でね、えー、何が怖いかっていうとですね、マスクをですね、おいくらで買って、何枚ぐらい買ってですね、小首に配ったよとかですね、そんなことも発表できないようなですね、そんなお国になってるんでね、あのー、日本という国はですね、怖いよってことで、はい、気をつけましょうねってことで、はい、今回以上です。